その重量感が、実際の靴の安定感を表すというところで、まあ、今回このシューズ悪魔の Z という名前に、はい、悪魔の Z というふうになってます、はい、その重量ですね、はい、それを悪魔と契約することによって大きなパフォーマンスを得られると、はい、ぜひそういった思いを込めて今回悪魔の Z というキャッチフレーズで、はいはいはい、こちらのツアーコーデの皆さん、視聴者さん3名にプレゼントさせていただきたいと思います。どうも、テニスのケンです。今日もテニス動画をお届けしていきたいと思いますが、はい、今日、撮影に協力してくれるのは、筑波大学体育会公式経験部の新と申します。よろしくお願いします。プロテニスプレーヤーの秋山みなみです。現在、海外を中心に、転戦しています。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、3人でお届けしていきたいと思うんですが、実はお二人には共通のお悩みがありまして、はい、お二人が悩んでいるのはテニスにおける怪我なんですね。はい、新くんは今どんなところで悩んでますか？手首と腰を痛めておりまして、手首は1回手術をしたんですけど、ちょっとまた再発みたいな形で悩んでます。はい、腰は状態どうか？腰はもともとまあ腰は痛かったんですけど、最近テニスしている時に痛みを感じ始めて困っています。はい、秋山さんは今どんな怪我で悩まれてますか？この間のエジプトの試合で腰を痛めてしまいまして、今椎間板ヘルニアになってしまいました。あ、その症状が出ているということなんですね。はいはいはい、ではですね、プロ選手、そして現役の大学生、そこまでですね、日々ハードにテニスをされていない方でも、日々怪我でテニスが思うようにできないというのはあると思いますので、それらをですね、解決するために撮影に行っていきたいと思います。では今日は TTP トレーニングスタジオさんにお邪魔しています。田中トレーナー、よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、普段日本になかなかいられないので、はい、お会いできないんですけど、はい、日頃どのような活動をされているんですか？今は、アジアを中心に、選手を、見てもらってるんですけども、昨日は中国の方、天津というところにおります。そこで、WTA ランキング今現在16位の、ワンチャン選手を中心に、はい、指導しながら、世界を転戦するという形です。はい、はい、はい、動画の視聴者さんもですね、なかなか思いっきりトレーニングができるとか、うん、ケアに時間やお金を十分かけれるという人ばかりではないので、うん、比較的こう一般のプレイヤーさんにも分かりやすい形で、はい、ハードなトレーニングをして鍛えていくというよりは少し楽をしてというか、うん、普段のテニスが負担を軽減するような形で、はい、動きやすいようなそういうトレーニングを教えていただければと思います。わかりました。基本的にやっぱ怪我されている方たちというのは、そこを意識してしまうんですね。はい、で意識をすればするほどまた深くそこにかかってしまうので、はい、今私がいろんなところで怪我されている方たち、またはその怪我をしないでテニスを楽しみたい方たちにお伝えしている、全身を使って頑張らないで頑張ろうよっていう変な言い方なんですけど、はい、っていうのと、その体のちょっとした使い方で怪我っていうのはどんどん減っていくので、はい、負担をかけない体の使い方を今日ご紹介できればと思っております。はい、はい、ではどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 OK、 では早速いきましょう。お話は聞きました。腰が悪いですね、はい、あと手首ですね、はい、で秋山プロは腰ですよね。で今日ぜひ知っていただきたいのが、体を全身を使うということと、一生懸命動いてて疲れてしまう、一生懸命動いてて、怪我をしてしまう、本末転倒だよね。だから一生懸命動ける体はあるんだけども、なおかつ疲れない、そして怪我をしないという体の使い方をぜひ覚えてもらいたいなと思うので、いろんなトレーニングがあるけどこういうやり方もあるんだっていうのを一つ覚えていてください。はい、で一つね、一番最初に覚えてほしい重要なことっていうのは、トレーニングでもそうなんだけど、イメージをすることが一番大事なので、とても簡単な実験をしてみます。ちょっとその場でね、サッカーをやってみてください。どうぞ。そうだね、野球、OK、バスケット、OK、バレーボール、ゴルフ、OK、ボーリング、OK、セパタクロー、セパタクロー、インディアン、OK、トコエラ、そうだね、はい、今いろんなのやってもらったんだけど、2人とも同じ行動が起こったのね。今やったことがないスポーツっていっぱいあってるね。でも頭の中でイメージが湧けば体は
動いたよね。でも全く知らないスポーツ、頭にイメージが湧かないものって2人ともどうなの？体が止まっちゃったの。ってことは自分がどういう風に体を動かしたいかっていうのを想像しないと意味がないよね。なので、必ず今日やるときに頭の中でこういう風になりたいっていうイメージを必ず持ってください。それだけでも結果は減ると思います。体の使い方が OK。 はい、そしたら2つ目、もう一個覚えてほしいのが足の感覚なんです。すべては私たちは地面からのエネルギーをもらっています、ね、その時にその地面と喧嘩するのか地面と仲良くするのかで全然体の負担が変わってくるので、ちょっと実験やってみましょう。はい、じゃあ気をつけの状態を作ってください。その場で足首を畳めてください。この足首を絶対に動かさないようにする。動かしちゃダメだよ。これ動いてるからね。さあ、足首を固定したままで、はい、その場で飛んでみましょう。どうぞ。飛んでいいんですよ。どうぞ。足首は動かさないでね。これ、これ動いてますね。ちょっとだけね。はい、どうぞ、ね。そうだよね。まず足首を固定すると、まず膝が曲がんなくなっちゃうんだね。わかるかな。足首が曲がんない、動かないってことは膝が曲がらないってことだ。だから足首が柔らかければ柔らかいほど膝は曲がるっていうことなんです。だからこの足くるぶしを固定するっていうのが一番大事なんだけど、今の理解してくれた？足首が柔らかければ柔らかいほど膝は曲がる。だから無理に曲げようなんてするって痛みが出るよね。じゃあどうやったら足首が柔らかくなるのか、これも実験します。その場で足を飛んで飛んでみてください。どうぞ。動かすと、そうするとロックしたでしょ。ここが固まっちゃうんです。で、固まってしまうっていうのは足の裏がこっちに立ち上がっている。硬いから足首が固まる。足首が固まったらどうなる？曲がらないんだよ。だから曲がらないんだよ。で、痛いんだよ。そうでしょ。じゃあ今度は実験ね。着地するときにこう足音が立たないように、靴の中でちょっと指を開くようなイメージだね。で、ちょっと飛んでほしい。足音が立たないようになりました。まるで猫が木から降りてきてスタッと落ちるようなイメージ。 OK、ストップ。そうするとどう？勝手にこうプッシュになってない？これが関節をちゃんと使えてるから、一つ一つの部位に負担がかかってないから怪我をしづらくなるよね。だから一番大事なのは膝を動かしよう、筋肉を強くしようっていうのももちろん大事だけど、今お二人は腰の怪我もしてるので、できるだけ衝撃を伝えたくないです。なのでいろんな関節のクッションをうまく使いましょうっていうところをまず教えたいかな。そこまでイメージできた？OK、ではいろいろやってみましょう。コートに入る前にウォーミングアップっていうのをやると思うの。でもう2人も選手なので、プロであり大学生で大会でやってるので、きっと体を動かしてこうアップをするとかってね、やってくれてると思います。これまでも私はウォーミングアップって言って、テニスがもっと上手くなるような準備をするの、動き作りっていうんです、うん、だからこう動き作りの時にそのさっき言ってた足の裏の感覚とかをつけてると動きがすごいしやすくなる、感覚が入ってるということで、できれば練習に入る前5分ぐらい、3分、ちょっとその場でできるものを軽くやって刺激を入れてコートに入るということをやってもらいたいので、今日ちょっとそれをいくつか紹介したいと思います。では、その場で、ボールを置いてみてください。で、これはボールでもいいし、ターゲットっていうものでもいいです。何でもいいです。ラケットでもいい。 できるだけこう強く振らないように柔らかく触ってあげてください。片足で。そして足音がしないようにふいって入れ替えましょう。せーの、ふい、せーの、ふい、せーの、ふい、せーの、ふい。はい、これをちょっとリズム上げてみて。はい、どうぞ。ふい、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 ふい。OK、ストップ。この時注意してほしいのが、さっきね、足を固めちゃうと捻挫するよね。転がっちゃうからね。あともう一つは、ももの前側の筋肉でこういう風にやろうとすると、捻挫の原因になっちゃうし、テニスでもいいことはないです。なんで必ず、次の方にハムストップを触ってみて、あとで使うんじゃない。ハムストップを触りながら、後ろ、ちょっと後ろ足体重で、柔らかく、はい、10回やってみましょう。どうぞ。1、2、3。自分のペースでいいですよ。とにかく足の裏の感覚、力を利用している感覚を覚えて。OK。できたね。もう一度のぐらいやってみようか。横にこう、左右左右。OK、 2、3、1、5、足の裏を柔らかくして地面の力をもらってるイメージかな。 OK、 そうです。どうかな。そうですね。そうだよね。今2人は初めてだけど上手にできました。あんま上手じゃない人はね、こうやってね、いつもこう体重がぶれて、こういう人がやっぱ結構
怪我する人だよね。できるだけ足の裏を柔らかくして、この口の力をかけてもらうってことをするみたいな。そうすると動けるし疲れないしっていう風になってくるので、大丈夫でしょうか。OK、そこまで意識できた。OK、じゃあ今度は2つ目です。2つ目のポイント、今足の裏のポイントはやってみました。なので次は体幹って聞いたことある、はい、体幹はどこからどこまでが体幹でしょう。触ってみてる。そうだよね、よく聞くのが腹筋、背筋、ここの横の腹筋、ここを体幹っていう人が多いけど、テニスはね、イメージとしてはここからここまでが体幹。なぜならばこうやって作った時、これいいよね、これ体を見て腹筋あるともう後ろが出てちゃった、いいわけよくないよね。じゃあ骨盤がちゃんと入って体も起きてて、でもここがこう曲がっちゃってるよくないんだよ。なのでここからここまでがちゃんとあるから体の運動連鎖が始まるんだよ。 OK、 そこで大事になってくるのが足を開きましょう。つま先を肩幅よりちょっと開いて落とします。でお尻がね、お膝の高さまでちょっといくぐらい、イメージとしては膝を曲げようじゃなくて、ここ親指をこうやっていく。この親指をここの筋肉、ここの筋肉を押さえてあげる。そう、その状態ね。で、さっき言ったように前に落ちたんだよ、お尻の上。そう、前体重になるからここ痛くなるよ、お尻の上。で、お尻に乗ったら今度内側の筋肉を締める。そうだ、はい、そしてこの背骨がこういう風に曲がっちゃうと体が潰れちゃうから、ここのポコッと出た骨をグッと押してあげる。そうです、このお尻と内転とこの胸椎っていうの、これが体幹だから、別名パワーポジションというのかもしれないけど、僕たちが考えるのはこれだ。一瞬でお尻と内転と胸椎を起こして、はい、じゃあその場でパンパンって足ちょっと一人でクイッ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 クって開いた時に、一瞬でこのお尻と内転と胸椎が起きるようにしてください。柔らかくしないとお尻が来るよ。足の裏の柔らかさを感じて、足首と膝と股関節でエネルギーを吸収する、そして出す。固めちゃダメだ、固めたら下半身になる。柔らかくしてそのエネルギーをもらえない。あと2回とかエラスを落ちて、これどうでしょう。今こういう意味で痛みある、そうないよね。で、このイメージでボールを打ちに行くから、その常に足の裏が力を利用してみるね。そしてあのボールをちゃんと運動連鎖の中でこう打てて、常に、力を利用し続けて動けてるから、動いてるけど疲れないっていうことになるんだよね。そして一つ一つのパーツで動いてないから、そこに負担がかからないっていうことになってきて、動いてるけど疲れない、そしてなおかつ怪我をしづらい体になるっていうのがこの理論です。ちょっとそこまで理解してもらいましたでしょうか。はい、OK、 じゃあちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。もう1回、10回、これ10回、はい、これ10回、こうやって開くの10回。そう、足の裏を柔らかくして力を利用するんだよ。さあ今度はサイドサイドやってみましょう。どうぞ。そう、いかに全身の力をリサイクルするかが大事ね。無駄なことをしない、シンプルにシンプルに全身でバネを使う。さあ今度はこうやって開いてるんですね。お尻と内転と胸椎、力をリサイクルするってイメージだよ。地面からもらったエネルギーを次につなげていく、動きを連動させて。そう、1個でやる、全身でやる。あと2回、出そう。 OK、 いいでしょう。どうでしょう、きつい、少ない、まあ、動いてる感じがするでこの感覚でぜひテニスをやってみてください。そうすると自然な動きになってきます。ではコート行ってみましょう。レッツゴー。そしてお尻と内転と胸椎、そうするとさっきより無理なく体が回ると思うな。そんなテニスプレーヤーのためのトレーニングを研究されている田中愛のトレーナーが監修されたシューズがこちら。はい、はい、そうです。テニスさんのシューズになるんですけれども、はいはい、今日はですね、テニスさんに来ていただきまして、柿本さんからご紹介をいただきたいと思います。はい、プリンスの、商品企画やっております、柿本と申します。よろしくお願いします。します。
はい、今回田中トレーナーといろいろと一緒にやらせていただきましたけども、先ほど話にありましたこう腰を骨盤を立てる、そしてまあハムストリングをうまく使える、そういった手術作れないかということで、田中トレーナーからの話もありまして、今回、それを具現化した手術というのがこちらになっております。新しいツアープロ Z という手術に入っております。で、先ほどこう後ろの骨盤、ハムストリングをこううまく使えるようなという話があったんですけども、それをじゃあどうやって手術としてできるようにしたかというところなんですけども、通常のですね、手術のこう曲がるポイント、はい、それを従来の手術より少し後ろにしました。で、後ろを少し曲げやすくすることによって、この、太ももの後ろ側のハムストリングスを有効的に、使いやすくなったというのが今回の手術になります。はいはい、これ難しかったんですよ。今までは、肛門屈曲ポイントを下げるっていう発想はあんまりできなかったので、してくれないかなと思ったらプリンスさんがやりましょうということでやってくださったので、はい、このポイントもね、何度もやり直して探したというところで、はい、今回そのプレイヤーが非常に有効的に使えるところのポイントが見つかったということで、うん、こちらの開発、はい、できました。はい、で、先ほど、まあ、地面の力を もらってというところで、前側のところにはそのもらった力をさらに、まあ、シューズとしてさらにこう反発を上げようということで、前にはこの反発する素材ですね、はい、最大化するんです、はい、あ結構弾力です、そうですね、はい、柔らかく、柔らかすぎずというところで、そうですね、そこある程度のこう反発を感じている、はいはい、この部分が前側はしっかりと反発してくれて、地面からもらったものを、まあ、倍、イメージとしては倍の3倍にということで、パフォーマンスを上げていきますよと、はい。で、あと腰にもね、先ほど、はい、プレイヤーの2人も、負担があるということで、やっぱり衝撃吸収性すごく重要で、はい、その衝撃を受け止めるのがこのかかとの、パーツですね。あ、はい、こちらもですね、はい、こう一瞬触ると硬いんですけど、ぐーっと沈んでくれてる。そうですね。はい、これが先ほどバンと来た時の衝撃を、しっかりと吸収してくれる、素材、インパクトキャッチャーという素材になっておりますので、まあ、長時間プレイしていただいても非常に疲れにくい、そういった、シューズが出来上がりました。はいはい、こちらは国内のプロではどういうことですか。はい、現在は上杉海斗選手も、こちらのツアープロデートを着用して、国内、海外と活躍されております。はい、とても私が伝えているフットワーク、その怪我しないように動けるようにしようよっていうのにはすごい適した開発をしてくださっているので、とても動きやすいと思います。ただちょっと重いんでね、少しちょっとだけね、はい、はい、ね、その重量感が、実際の靴の安定感を表すというところで、まあ、今回このシューズ悪魔の Z という名前の開発マンの Z というふうになってます、はい、その重量ですね、はい、それを悪魔と契約することによって大きなパフォーマンスを得られると、ぜひそういった思いを込めて今回悪魔の Z というキャッチフレーズで、はい、宣伝させていただいております。あとなんか聞いたところによって、一度履くと離れられなくなるという意味での悪魔の契約を聞いた。そうですね、はい、そうなっていただきたいというところで、とにかく魂を売ってでも、勝ちたい、そして上手くなりたいと、そういった方にはぜひ使っていただきたい手術になっております。はい、そんなプリンスさんからこちらのツアープロ Z のプレゼントがございます。はい、はい、調査さんに3名プレゼントさせていただきたいと思います。はい、タイプが2つ、はい、こちらの赤いタイプが、オールコート用になります。そしてこちらのブルーのタイプが、オムニグレー用という形になっております。はい、はい、ですので、こちら好きなタイプを選んでいただきまして、チャンネル登録していただき、動画概要欄にございます応募フォームの方からご応募いただきたいと思います。はい、たくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。